開かれた社会とその敵は、第二次世界大戦中に、カール・ポパーによって表され、広く読まれることになった二巻本である。合衆国では版元が見つからず、1945年に、ロンドンのルートリッチ出版社から最初に出版された。本作は、近代図書館理事会により、20世紀におけるベスト100ノンフィクションの一つに選定された。ポパーが戦争の間、 二つの対応を超えて、ニュージーランドという学問的辺境で著述していた頃、哲学や社会科学の真の名詞たちが、この著作の出版に携わっていた。エルンスト・ゴーンブリッジ、フリードリヒ・ハイエク、ダイオネル・ロビンズ、ハロルド・ラスキ、ジョン・フィンドレーらがその中にいた。三つのタイトル候補が取り下げられた後に、著作のタイトルを提案したのは、フィンドレーであったが、現行の現代だった。 三人の偽予言者、プラトン、ヘーゲル、マルクスと政治哲学批判もまた考慮の末に拒否された。開かれた社会とその敵において、ポパは歴史主義の批判と開かれた社会、自由民主主義の用語とを展開した。この著作は二巻本であり、第一巻はプラトンの魔力、第二巻は予言の絶頂、ヘーゲル、マルクス、その余波と副題が付けられた。 第一巻の副題はまたその中心的な前提でもある。すなわち、古くからのほとんどのプラトン解釈者は彼の偉大さに惑わされてきた。その際、ポパーは次のように論じる。彼らはプラトンの政治哲学を、欺瞞暴力、支配者のレトリック、優勢学の恐ろしい全体主義的な悪夢として理解するべきであるのに、むしろ害のない牧歌とみなしてきた。 彼の時代の主なプラトン学者と対照的に、ポパは、プラトンの後年におけるアイデアが彼の死、ソクラテスの人道主義的で民主主義的な傾向を何ら説明しないことを主張して、プラトンの思想をソクラテスの思想から分離させた。特に、ポパは、国家においてプラトンがソクラテスを裏切ったと非難した。国家では、プラトンはソクラテスを全体主義に共感するものとして、 描いている。ポパは、社会改革と社会的不満についてのプラトンの分析を称えるが、その解決については拒絶した。これは、絶望されやっと生まれ出た、開かれた社会としての当てない民主主義の信仰の人道主義的理念について、ポパーの読みによっている。彼によると、プラトンの歴史主義的な考えは、 そのような自由主義的な世界観に伴う変化への恐れによって動かされている。ポッパはプラトンが自身の虚栄心の犠牲者であったとも示唆している。プラトンの構想は最高の鉄人網になることために設計されている。第二巻においてポッパはヘーゲルとマルクスを批判することへと移る。そこで二人の考えをアリストテレスへと遡り、二人が二十世紀の 全体主義の根源であることを論じる。ありがとうございます。